ハウスアスカカンツリークラブは、奈良県奈良市2名にあるゴルフ場である。1950年7月、奈良国際文化都市建設法が国会を通過した、ことで、奈良市長の高向正次は同法を利用して、ゴルフ場を建設することを考えた。1957年11月、奈良国際文化都市建設法の適用を受けて、新たなゴルフ場、奈良国際ゴルフクラブが開場した後、 奈良市長は二つ目のゴルフ場を計画した。新たなゴルフ場の建設に向けて、市役所内に建設局と水道局が設置された。1956年3月1日、ゴルフ場の建設用地は、大隆寺住職の井、e、伊の淳道の協力を得られること、なった。ゴルフ場建設用地は、1五十五年隠れた名札となっていて、後に、息子の淳は、ゴルフ場ができれば、 地元の発展になると考えた。1957年7月15日、建設に向けて、経営母体、大流寺、ゴルフ株式会社を設立、社長に、河井力蔵が就任した。コース設計は、上田治に以来、用地は、山の中で、難しい土地で9ホールが、精一杯だった。1959年11月、9ホールが完成。 仮解除をされた。同年12月、大龍寺ゴルフクラブが結成され、マルー紅ーダ株式会社の市川忍が、名誉理事長に、積水化学工業株式会社の上野次郎男が、理事長に、株式会社、日本触媒の八谷泰造が、キャプテンに就任した。1961年1月24日、大龍寺ゴルフ株式会社を、 アスカゴルフ株式会社に名称変更した。1963年3月、大龍寺ゴルフクラブをアスカカンツリークラブに名称変更した。1963年11月3日、増設の9ホールが完成、18ホールのゴルフ場が開場された。1966年5月27日、近畿日本鉄道株式会社の佐伯木勇が、 近鉄奈良線の沿線開発を発表し、アスカカンツリークラブに経営参加した。郵便番号631-0072奈良県奈良市2名7441。ありがとうございます。